吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。ゼオライトが入った砂利です。スペクトラムウランジャパン、テトラ金魚、ラクラクお手入れ砂利、7色ミックス、ピンクミックス、メダカホワイトミックス、ブラックミックス、297円、322円、301円、304円。テトラ金魚、ラクラクお手入れ砂利、綺麗が長続き、汚れ吸い取るゼオライト配合、焦げと汚れの元 94% カット、7色ミックス1キロ、メダカにもピンクミックス、ホワイトミックス、金魚にもブラックミックス、金魚にも。本製品は完熟水槽専用の底砂です。他の目的に使用しないでください。使用前によく水洗いをしてください。水洗いが付属すると水槽の水が濁ってしまいます。淡水魚水草専用の砂利です。海水汽水魚には使用しないでください。7色ミックスは原産国ベトナム、天然石、ピンクミックスは原産国中国、ホワイトミックスも原産国中国、ブラックミックスは原産国フィリピン。裏面でございます。製品特徴ということで、ゼオライトのイオン交換作用により汚れや嫌な匂いの元を素早く吸着します。ロカバクテリアを定着させ、吸着したアンモニアを分解します。魚を色鮮やかに演出する砂利です。長期間 pH を安定させます。ゼオライトがアンモニアを吸収します。水槽のアンモニア量はゼオライトが 94% 吸収します。こちらはスペクトラムランジャパンから出ております。7色ミックスです。あ、そんな粉っぽくねえわ。このパッケージがいいよね。初心者でもアクアリウム始めたくなるような、こう可愛らしいパッケージで、これいいなと思ったんですけど、乾いた状態です。緑色とかオレンジとか白とかいろいろ入ってます。粒サイズはオイソスナと同じぐらいです。角はそんなにとんがっていないので、まあ低層魚でもギリ使えるかな。で、今回一応全部洗ってみようと思うんですけど、あまりにも濁り続けるのであればもうやめます。何度か洗ってると透明な水になった場合は10リッターのバケツの中に入れて翌日水質変動を見ます。吹雪テトラ、よく洗ったんですけどこんな感じ。やっぱりね、濁り続けます。透明な水にはならない。今までのゼオライトに比べるとかなりマシなんですけど、普通の安い天然石のパターンと同じで、やっぱり濁り続けるんだよね。どっかでやめなきゃいけないというパターンでした。ピンクミックス、あ、これは比較的、先ほどのやつはちょっとものすごい細かいのが混じってたんですけど、これは粒サイズが一定だな。そして粒が比較的丸い。あ、これならいけるかもしれないな。確かに美しいピンクですね。触っても痛くないんで、低層魚もいける可能性があります。吹雪テトラ、もうダメだわ。もうね、いくら洗ってもね、いくら洗ってもこうもう白く濁り続けるんで、もうダメだな。こういう粉がね、どうしても出続けるんですよ、洗っても。ということで、もうゼオライトは諦めます。実はですね、市長さんからとあるメーカーの商品を教えていただいたんですよ。あれがどうやら軟水化しそうなので、もうゼオライトは諦めてそちらの商品を開封してみようかなと思います。もちろんね、優れたゼオライトが今後出れば開封しようとは思うんですけど、やはりこう水が濁り続けてしまうので、貯水槽として使うにもね、ちょっと痛いんですよね。ご視聴ありがとうございました。バイ。